さなんかね、与沢さんのね、なんかあの、なんですか、切り抜きがちょっと出てきて、ちょっと見たんですけど、なんかその質問に回答、まあライブの質問に回答するやつかな。でよザワさん、めんどくさいことってありますかみたいなね。めんどくさいことできますかみたいな。で、そのめんどくさいこと、あの、あるよと。めんどくさいことでそもそも何かっていうと、要は慣れてないこと。慣れてないことはめんどくさいと。 なんかそれで言ってたのが、なんかその支払い、なんかその不動産の教育費、教育費教育機費なんかその今までやったことない支払い請求が来ていて、どこに払うのか分かんないし、えー、よく分かんないと。1週間ぐらい放置してめんどくせえなみたいな。だけど、いつもやっていること、習慣化されていること、まあ動画を撮るとかそういうのは別に楽しいということを言ってて、まあ確かになと。めんどくさいってそもそもまあ慣れてないよねと。だから、 あの僕自身も、まあ、久保さんもそうだと思うんですけども、多分、息をするごとくこのリレーできるじゃないですか。で、僕も久保さんも動画を撮ることに対してめんどくさいとか、まあ、なんか用紙が入ってるな僕がちょっときついなと思ったのが、移動中っすね。移動中、しかも、昔は、その、久保さんの動画をガッチャンコしてたんで、久保さんが送られてくる動画をガッチャンコして一本みたいにしてたんで,で、移動中なんかやってたときは、すげえめんどくせえなみたいな。 移動しながら動画撮るみたいなね。だそれはありましたけど、今なんかは別にガッチャンコしてないので、久保さんが送られてきた動画をそのままアップするみたいな感じなんで、まあ超、まあそ,その問題は解決したし、まああと動画を撮ることに関してはそんなにあれなんで、うん。まあ暇だったら撮るし、ただ、ただ予定が入ってるときは撮らないときも前なんか1回ぐらいあったかな。数回あると思いますけど。 まあただ、他の人に比べると、まあ、全然取れるんであるならば取るみたいな話ですよね。うん。なんか別にもうセールス終わってますけど。奥 <laughs> 間町じゃよろく <laughs> セールス終わってんだけどね。そう。セールス終わっても4年ぐらいですか気持ち悪いですね。行ってらっしゃい。